今夜のテーマはザ・インタビュー、安藤武史ハチ公像の物語です。ゲストはハチ公像の作者彫刻家の安藤武史さんです。こんばんは。こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。この番組でお迎えするゲスト最高齢、御年今92歳と。そうです。伺ってるんですけど、お元気そうですね。そうでしょうかね。とってもお元気そうで見かけだけです。いえいえ、なんかこんなこと言ったら失礼なんですけど、ちょっと92歳には見えないというか、もっと若く見えます。そんなこと言っていただくと嬉しいです。いえいえ、よろしくお願いいたします。大正12年1923年生まれということで、渋谷のいろんな素顔をですね、ずっとこれまでもきっとご覧になっていらっしゃると思うんですけど、今年はそのハチ公像のモデルとなった忠犬ハチが待ち続けた最初の飼い主、上野秀三郎さんが亡くなって90年、そしてハチが命の幕を下ろして80年、また戦後70年というですね、いろんな節目の中で、今夜はハチ公像の作者でいらっしゃいます、安藤さんのお話、そして、渋谷の風景の過去、そして未来にちょっと思いを馳せていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。こちらこそ。もうまず早速なんですけど、安藤さんは実際に生きてる忠犬ハチをご覧になったんですよね。そうですね、もちろん、はい、見ただけじゃなく触ったりして遊んでおりました。どのぐらいこう一緒にいらっしゃる時間があったんですか。生活してってわけじゃないですよね。そうですね、はい、うちの父がハチ公を作ったものですから、はい、モデルになるためにうちに来ていたんですね。そうだったんですか。じゃあなんかこう日頃の生活を一緒に過ごして遊んだりしておりました。ハチはどんなワンちゃんでしたか。こうおとなしい、はい、どっしりしたね、うん、風格なる、うん、いい犬でしたよ、うん、元気なワンちゃんで。元気ですね。ね、そのご主人様がいないとそわそわするんですが、それとも人様のお家に行ってもそれはそれでこう慣れてるようなワンちゃんだったんですか。そうですね、もう年も取っておりましたしね、うん、もうなんて言うんでしょうか、ゆっくりした動作しかやりませんでしたけど、うん、もう本当に風格のあるワンちゃんですね。ね、でしたね。ね、人が好きなワンちゃんだったんですね。そうですね。はい。その安藤さんのお父様が制作された初代のハチ公像は昭和19年1944年の、その戦時下で、金属類の回収令で、その強制的に持ってかれてしまったんですよね。うん、そうですね。最初に父が作ったやつはハチ公像が、なんか戦争に使う金属のあれとして回収されてしまったんですね。はい、で終戦前日の8月14日に要は溶解されて、溶かされてしまったんですけど、翌日が終戦だったわけですもんね。そうですね、もうちょっとで、溶かされないでも済んだんでしょうけど、済んだのかもしれないですね。そうですね。安藤さんご自身はこのことをいつお知りになったんですか。兵隊から帰ってきて復員してからですね、はい、お戻りになったのがいつだったんですか。終戦の年の、はい、10月頃私復員して帰ってきたもんですから。なるほど。じゃあその時にはいわゆるその お住まいがあった渋谷にいらっしゃったわけじゃない、東京にいたわけじゃなかったわけですね。そうですね、はい、戦争で宮崎県の方に、はい、行ってたもんですから、兵隊として行っていたもんですから。なるほど。そこから終戦になって復員して今いるところに帰ってきたわけです。帰ってらっしゃったわけです。その時ご家族はお父様とか皆さんはどちらにどうなさってたんですか。いや父と、はい、妹がいたんですけども、はい、そこで防空壕で焼け死んでしまって。それは東京大空襲の時と現在の私が今住んでるところで、はい、空襲に遭いまして、そこの防空壕の中で死んだということを聞きました。そうだったんですか。お母様はどうされてたんですか。母はですね、はい、たまたま私が宮崎県に、うん、終戦の年に復帰して帰ってきてたことがあるんです、はい、うん、その時面会っていうのがありまして、はいはい、で初めて面会に来てくれてたんですね、うんうん、だもんですから戦災に遭わずに生きてたんですね、はい、お母様は。そうだったんですね。よかった。
まあ、でもそのお父様が、お父様の安藤照さんが、初代ハチ公像を、まあ、お作りになって、でそこから今度、安藤さん2代目のハチ公像を今度ご自身が制作されるということになるわけなんですけど、ちょっと一曲あのお届けした後にですね、今度はその辺のお話をじゃあ聞かせていただけますか。はい、もちろん分かることは何でもお話しいたします。お願いします。僕の声ちっちゃいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。聞こえますか？ちょうどいいです。ありがとうございます。今曲が流れているので、また曲が終わったら、あの質問させていただきます。はいはい、分かりました。時々突っかえちゃったりね、なんて言いますからね。とんでもない人です。から年を取ったせいだから、もう声が悪くなっちゃいましてね。いやいや、本当申し訳ないです。とんでもないです。とっても分かりやすいです、本当に。はい、そう言っていただけると。心強い味方。いやいや、もう何も言えないです。もうとりあえず、もう逃げ場外れない。いやいやいや。もうでも八構造の前で人と待ち合わせを何十回何百回したんでしょうって思います。あ、そうでしょうか。僕渋谷に住んでおりましたので。あ、そうですか。はい、1982年から、はい、あのずっと住んでおりました。あ、そうですか。はい、私はもう生まれた時から今のところにずっと住んでるんで、そうすごい。90年以上今すごいですね。住んでるわけです。たまにあの渋谷のあの駅とかの展示で昔の渋谷の写真とかをありますね。見ますけど、面影を感じる時ともう全く分かんないなっていう写真あるんですけど、もうそれを見るとあの頃っていう思い出あるんですよね。今見ると本当に小さな、こう本当に田舎のちょっとした駅という感じですけどね。やっぱそうだったんですか。素朴な質素な駅だったですね。渋谷もそういう時代があったんですね。ありました、ありました。写真見るとそういうことを感じます。でも渋谷ですらそうってことになると、他の周りの駅はもっと質素だったんですか。中でも渋谷はまだ、いや渋谷はそれでもいい方だったんでしょうね。いい方だね。なんかそんな感じがしますよね。原宿の駅なんかはね、本当にもうただプラットフォームがあるくらいのもんで。あ、でもあの奥の方にちょっと昔の旧あれですよね。そうです。あそこがあの宮さんたちの、そうですね、乗ったり降りたりするしますとかありますよね。多分補修されてると思います。今は多分あのお正月の時だけ、確かあれもう今降りれないかな、お正月の時だけ山手線そっちもちょっと降りられたような記憶が。あ、そうですか。混雑するので、なんか降りた記憶ありますけど。あ、そうですか。あれはもう宮さん専用のプラットフォームですね。ですよね、そもそもは。はい、いや原宿も全く変わりましたしね。そうですね。原宿、これが原宿っていう感じですよ。昭和20年5月の空襲で渋谷の街は約8割が焼失して焼け野原になってしまった。でも渋谷も徐々に復興が進んできたんだ。当時のランドマークは空襲の難を逃れた映画館、渋谷東宝劇場。今の東急本店の場所には大向小学校があったんだよ。国鉄、山手線、都電、地下鉄銀座線、当時は東京急行だった井の頭線、多摩電、たくさんの鉄道が渋谷駅を経由してにぎわいを見せてきたんだよ。そんな昭和23年、僕の先代ハチ公像がいなくなって4年後に僕、二代目ハチ公像は生まれたんだ。僕を作ってくれたのは安藤武先生。当時は戦後の金属不足で自宅の作品を使って僕を作ってくれたんだ。8月15日の除幕式には GHQ の人も参加。
この数日後に来日したヘレン・ケラーも僕に触ってくれたんだよ。 DJ 太郎がお届けしております、今夜のテーマは The Interview 安藤武史八甲造の物語、現在の八甲造の作者安藤武史さんのお話で渋谷の過去そして、未来をですねいろいろと探っております。今当時の渋谷のお話が実はちょっと流れておりましたけど、玉電って言ってたんですね。玉電、なんか僕らもう今の大きい渋谷駅しか、うん、僕もあの80年代から実は渋谷に住んでた時期がある、ありまして渋谷でまあ育ってはいるんですけど、うん、僕が見た時からもう今のほぼ渋谷駅といえば渋谷駅だったんですけど、考えられないですね。安藤さんの頃はもう渋谷駅はだいぶ質素な駅だったってさっきおっしゃってましたけど、小さな駅だったんですか、大きな駅だったんですか、中華圏ぐらいですかね昔はみんな駅だって素朴なものですよ。そうですか。でも複数の電車が走ってはいたですよ ね、 そうですね、山手線が走ってました、うん、山手線昔は商船って言ったんですけどね、北電なんていう言葉はなかったですから、まだもっとさらにその前の時だですよ ね、 そうですね。僕びっくりしたのが今の東急本店の場所に、大向井小学校があったんですね。あります。僕あの松濤中学ってところ知ってます、行っておりました、ね、それ で、 あの大向井小学校から上がってきた子たちがいるんですけど、す大向井小学校はあの渋谷区役所の裏あたりにあって、ね、力くんって銅像、あれそうだっけ、大向井小の人聞いてる、力くんって銅像があったりとか、あそうですか、そんな思い出がありますけど、この頃はそっちにあったんです ね、 そうですね、本店の裏に、はい。まあ、あの安藤さんがですねお父様が制作された初代の八甲造は残念ながらその戦争の金属類の回収令で亡くなってしまって、でその4年後に安藤さんの手によって今度は2代目となる今の八甲造が誕生したっていうことなんですね。そうですね。もうどのようないきさつでこの2代目の八甲造をお作りになることになったんですか。まあ、渋谷に行って台座は残ってたんですけどね、上がなくなっちゃってたんで、もうとても寂しいっていう感じがして、こういう八甲がいたのになくなっちゃったなっていう、非常に悲しい思いをしておりました。なんか台座が置いてあるだけってすごいとっても寂しいですね、それはね。寂しいですね。この上にあったのにな、八甲がいたのになっていう感じが強かったですね。でそんなことして私が、終戦後何をしたらいいんだか分かんないんですよ、焼け跡でぼつんとしておりましてね。で粘土はちょうど地下にあったもんですから、はい、粘土があれば俺だってまた彫刻屋をやって彫刻屋やろうと思ってたもんですから、ね、彫刻作れるよななんて言って思ってた矢先に今度八甲を作れっていうことを話をいただいたもんですから、もう本当に喜びましてね、八甲を作ることできる、こんな嬉しいことない、あの かわいいあの八甲を作れるんだと思ったらね、本当にもう天にも昇るぐらいなお気持ちだったんですね。それでもう早速よしじゃあもう八甲作るぞって、お前作ってやるぞってそういう気持ちでいっぱいでした。でもその東京大空襲があってその後っていうのは本当に何もない状態だったんですか。そうですね、もう本当にね今こうやって見てみると考えられませんけれども、はい、本当にそこら中が全部焼けましてね、もうただ一面まあ極端な話が黒い原っぱ、黒色の原っぱができちゃったという感じでした。それはもうなんていうんですか、渋谷からその、まあ、だいぶ先の方まで見渡せるようなもうほどの状態ですか。そうですね、私は復員して帰ってきて、焼け跡にこう立った時にもうそこら中の家は全部なくなって、その先の方に今なんかも到底見ることできませんけど、はい、伊勢丹が新宿にあった伊勢丹が、伊勢丹、はい、あれがもう本当に焼けてただコンクリートの骨だけがボソッと立ってるのが見えました。それは住んでらっしゃる渋谷のお家のあたりから新宿の伊勢丹が見えちゃうってことですか。 そのぐらいもう本当に何も、そのかもう何にもなかったですね。そのぐらい焼け跡がもうスポンポンに焼けてしまって、それからまだだってその後数年後ってことですよね、その話がまあ来て、そうですね、作られるこうきっかけになるっていうのは、まあそんなに数年でもなかったんですけども、うんうん、まあ八甲を
作ろうっていうお話があったらしくて、はい、でそれを誰作らせるかって話もあったんでしょうけど、たまたま私の父が作ってたものだったり、私もまあ細々ながら彫刻屋をやろうっていうことで、お考えになったんですね。掘ったて小屋を作ってそこでやりかけてたもんですから。そうだったんですか。ですからよしじゃあ息子にやらせろっていうようなことも、あの斉藤秀吉さんっていう方がいらっしゃって、はいはい、その方があの私を推薦してくださいまして、で私が作ることになったんです。実際にこう作りになるのはどのぐらいの期間がかかったんですか。ちょうどね1年ぐらいでしたね。1年の期間をかけて。そうですね、それで皆さんが集まった時に、じゃあ出来上がったのいつ除幕式やるかっていうような、もうそっちの話でみんなワイワイ言ってことばかりに、じゃあ終戦記念日に除幕式やれるように作りましょうって言っちゃったんですよ、はい、うん、もう先にいついつって決まっちゃったから、決まっちゃった、それに合わせて作らなきゃって、合わせて作らなきゃっていうことで、でそこでさて困ったのはやっぱり材料がね、あの終戦直後のことですから、そうですよね、そこで材料があんまりなくて困ったんですけど、うん、もうあれも銅で作ってたわけですね。そうですね、銅像ですもんね。銅像です。どうやって作ったんですか、材料が。ですからあの早い話が、はい、材料の銅がなかったんです ね。そこら中もう焼け跡ですから、うん、それでちょうど父があの作ってた作品が焼けて、あの焼け跡に転がってたのがあったので、ね、あ、それは銅像の作品がですか。そうです、銅像の作品が、あのたまたまあの父の作ったあの割合に優秀な作品で、はい、大空にっていう名前の作品がちょうどあの焼け跡に転がってたんです、あ、これを使えばなんとか材料はこれで作れるなって思ったんですね。それでもう石織物屋さんがもう材料がなければいくらなんでもできませんよなんて言ってたんですけれども、よし、もうこれを持ってって一つ鋳物屋にこれで一つ端っこを作ってくれよって言ってやれってんで、うん、それを鋳物屋まで持ってきましてね、それでこれやろうって、これで作ろうって言ったら、もう鋳物屋もね、これは昔のもので、銅もいい銅を使ってますからいいのができますよなんて、じゃあそうだ、それで行こう、うわ、そういうことになって、やっとまあ材料が足りたことで、あの間に合わせて作れたんです。でもそのお父さんが作られた作品をこう、ね、またその新たなこう作品に受け継ぐっていう気持ちもありでしょうけど、なんかそれも壊してしまうのもちょっとすごく気持ち的には悩まれたでしょう。そうです ね、 ですよね。非常にやりましたけど、父にもうその時、親父これはもうもらったぜって、これで八王っていうねお気持ちで、でもお父様がお作りになった時には、あの中堅八がまあそばにいて、その姿を見ることはできてたと思うんですけど、実際に作られる時には、まあ、八はそばにいたわけではないですよね。そうですね。わ、こうどうやってお作りになったんですか。やっぱりいろんな姿を思い浮かべて、いろいろね資料を見ようとしたんですけどね、もうそこら中焼けててね、ない資料何もなかったんですけれども、うん、あの私のもう頭の中にはね、もう八はもうきちっとね、デッサンがね、はっきり作られてましたからね、思い出もう本当にね迷うことなく、うん、もう作れました ね、 ね、こうやって、まあ、2代目の八甲が生まれたわけですよね。そうですね。安藤先生、そうだったんだ。もっといろいろな僕の話や渋谷の街の話を聞きたいな。この後も引き続きよろしくお願いします。ワン。美術の勉強はなさってた、まあ、そうですね、お父様を見て育ってっていう環境もあったと思いますけど、そうですね、もうアトリエで育ったようなものでしたから、うん、でもあの絵を描いてらっしゃりとかそういうことよりもやはりこう造形を作られる方にご興味があったんですね。そうですね、そもそも、もうなんかもう女の人の裸もばっかり作ってるんですけどそうか、お父様の作品にもあのそういう作品も多いですね。いくつかやっぱり終わりになったわけですね。ありました、ありました。父もどちらかというとやっぱり女の、あの裸を作るの上手でしたね、はい、才能ですねそれは。じゃあそうです、女の人は美しいですからね。ね、そうですよね。お水どうぞよろしく。あ、いやいやいや、はい、いや大丈夫ですよ。よろしく。あ、すみません、ありがとうございます、はい、
なんか昔のあの渋谷の写真の一つ僕は見てびっくりしたのが、うん、あの東急の東横店のとこってなんかロープウェイがかかってたんですか、昔って。そうですね、ロープウェイがずっと昔あそこにロープウェイがあったって言いますね。やっぱあったんですね。あったんですね。なんかその写真がありますね、はい、ちょっと常温の方が良かったですかね。そう、なんか見た記憶があって、あれはなんか遠い記憶だったので、ね、屋上からこう本当だったのかな、こうふーってですね。そうですね、本当にあったんだ、あれあったんです。僕が自分の記憶でギリギリに今なくて当時あったっていうと、うん、ちょっと離れちゃいますけど、あの代々木公園、代々木公園にゴーカート乗り場があって、ゴーカート乗れたっていうのはすごい思い出になるんですけど、そう。余談ですけどね、本当にあそこの代々木公園のこちらの方、はい、あの渋谷のなんていうんですか、自動車教習所まであったんですよ。それは知らない。でも確かに言われると教習所っぽいですね。あ、そうですか。あの何でしょう、NHK ホールの裏のあたりのところなんですかね。広っぱいところですよね。そこにまだ教習所まであったんですよ。なるほど。で私のうち、あの三宮橋の駅から上がるところにこう急なこう曲がりくねった坂がありますあります。あれはね、あの試験坂っていう名前がついてた、その試験坂ってどうしてたって言ったら、自動車の運転やるときにそこの坂をね、ブワーンと登り切ったらね、はい合格アメリカみたいですね。だから古い、あのうんと古い運転手さんなんかが、あの昔あのタクシーに乗っかって、どこに行くんですかって、試験坂行ってくれって言ったらね、はいなって言ってくれました。そのくらい有名でしたね。ボンイベルス、ベフ・リセお届けしました。 J-WAVE Hello World、 今夜のテーマは The Interview、 安藤武、八構造の物語。現在の八構造の作者安藤武さんのお話、渋谷の風景、過去、そして未来をいろいろと今日はお伺いしております。安藤さんに聞いてみたいこと皆さんありましたら、番組のツイッターハッシュタグ HW813 までぜひ送っていただきたいと思います。お待ちしてます。あの三宮橋のあのグイーンと曲がっていくのは、そんなあれがあったんですね。春の小川の、あの川も流れてましたしね。うん、そうですね。あの歌ができたね。はい、先生、これから、あのご休憩必要そうでしたら10分程度お休みいただけますが、どうしますか。いや、私はもう大丈夫ですよ。大丈夫ですか。大丈夫、全然平気です。ありがとうございます。じゃあこのままじゃあ。今お水入れていただいてるんだからコップから飲んで。あ、全然あの飲みやすい方で大丈夫です。いや、コップの方が飲みやすいんですけど、分かってないんですよ。あ、コップにも、コップにも水が入ってるんで、はいはい、よろしければ。はいはいはい。はいはい。はいはい、試験坂みんな反応してるな。昔はね、本当に昔の話するともういくらでもすごいんですけどね。その頃タクシーって言ったら円卓って言ってね、円卓の時代ですか、円卓の時代ですよ ね。あの1円っていうあの札が、はい、あのフロントとかあってね、円卓拾おうって、タクシー乗ろうっていう言葉より円卓拾おうっていう言葉だった、うん、なるほど。 J-WAVE Hello World、 今夜のテーマは The Interview、安藤武八構造の物語。今年は八構造のモデルとなった中堅八高が待ち続けた最初の飼い主、上野秀三郎さんが亡くなって90年、八が命の幕を下ろして80年、また戦後70年という節目の年、そんな今日、現在の2代目八構造の作者安藤武さんのお話、渋谷の過去の風景、そしてこれからをいろいろと、伺っております。まあ、この CM の間もですね、三宮橋のあの試験坂って言ったんですね。最初僕はあのそのちょうどあの丸万っていう今あのあれになってます。ありますあります。そこからこうブーって登る、登るところ、あの坂を
あの昔は登りきれなかったんですね、うん、そこを登りきれたら登りきって免許、ったらもう免許くれた免許 OK って、教習所があったらしいんですよあの辺に。いや代々木公園にねゴーカート乗り場があったりとか。だから僕がせいぜい覚えてるのはもう本当にその80年代ぐらいの頃からなのでもう本当に安藤さんの歴史に比べたらですねだいぶ短いんですけど、それこそ東急東横にロープウェイが通ってたとか、あの写真ではねよく渋谷駅にあの昔の風景の展示がありまして、ちょっとそういう思い出があるんですけど、それは全てやっぱご覧になってるんですよね。そうですね、写真がありますもの ね、あの残ってます、残ってます、いろいろあれはね通算あったのあれがこう走ってるところの、あのロープウェイは東急東横から どこに伸びてたんですか。本店の方ですか、いわゆる。そうですね、あれどこに伸びてたんですかね。今伸びてたんです ね、今のスキー場みたいですよ ね。そうですね近い近所ってことだったんです ね、そんな遠いところではないんですよ ね、あのちょっとツイッターでこの三宮橋毎日そこを歩いてますって、そういうことだったんだってね。なんかみんなそういうことをこう日頃何気なく歩いてるところにね、今日のお話聞くといろいろ感じるとこあると思うんですけど、こういう質問が一つ来ております。あのハチ公前のいわゆる渋谷の交差点っていうんですか、あのすごい大きいねスクランブル交差点、あの交差点はいつぐらいからできたのかって、なんとなく覚えてるでしょうね。なんかね一応ちょっと見た1950年代ぐらい、もうそんな頃からあるんですか。人通りがないしろ三宮橋なんでしょうね、あそこは人が集まりましたからね。集まりましたね。あの交差点ができる前はどんなような方、あれは人が歩く場所だったんですか。そうですね、人がもうともかくもうやたらにこう通ったりしてたんですけど、で当然車も、そうですね車も通ってた。あそこに西村さんというあのフルーツパーラーなんかがありましたね。え、西村さんはもうその頃からあったんですか、うん、西村さんのあのうわあのフルーツ屋さんがフルーツ屋さん入って、でこっち側の方は甘栗屋さんですよね。今でもありますよね。今でもありますよ。もうじゃああの甘栗屋さんとに西村さんはずっともう渋谷の成長を、ね、うわ古いですよ。あとなんかその当時からなんか薬屋さんがありましたか。薬屋さんもなんかいくつかありますか ね。どれですかね。あの甘栗屋さんだと。あ、もう隣のあそこの薬屋さんですか。そうです。あそこも変わんないんですか。そうですね、あの辺が変わらないですね。うわ、甘栗屋さんはもっとこっちに来てね、実際に沖縄まであの甘栗をあの焼いてました。やっぱり炊いて焼いてましたからね。あ、そうなんです。あ、じゃあずっと変わらず残ってる。そういうですね、今見てもまだ残ってるなって思う渋谷駅近辺の風景って、あと何かあるんですか。もちろん八構造があるわけなんですけど、他にも何か感じるものありますか。なくなりましたね。わにあった本屋さんもあったり、うん、いろいろあったんでしょうけど、うんうん、なくなりましたね。じゃあもうそのクリアさんとフルーツパーラー西村はすごく貴重ですね。そうですねずっと渋谷を見てきてますね。そうですね、はい、ね。いやもう聞くとね本当に自分も住んでたのに全然知らない頃のね渋谷の話がいろいろ出てくるんです。